はい、セミナーのお知らせです。前回大好評でしたこの指定コンビのコラボセミナーですね、前回品川で行いました。皆さん参加ありがとうございました。今回もすでに第2弾が決まりました。4月16日日曜日大阪にお邪魔します。場所はバディ道島店さんですね。なんと貸し切り、ご協力いただきました。今回はジム貸し切りということで実技も行った6時間かけたセミナーになります。はい、もう本当ね、皆さんの参加お待ちしてますんでね、よろしくお願いします。動画の概要欄からぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、マミタングです。ということで今日はインスタの質問でいただいた質問を答えていきたいと思います。いただいた質問かなり結構来ましたので、こうね、皆さんこんな感じでいただいて、すごいたくさん。この質問いきます。女性の筋肉で好きなところは、ハート、ハテナっていう質問なんですけど、女性の筋肉で好きなとこ、まあ下半身ですかね。自分は下半身というかお尻フェチなんで、自分はお尻が一番好きです。キモがられないから、こんな言い方してお尻が好きとか言って怖くないかな。まあお尻ということで次いきます。起きたら一番に何しますか、笑いっていうような質問なんですけど、起きたら一番何するか、起きたら一番最初目覚ましを切る。寝ててピロン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 、起きて一番最初にするのは目覚ましを切る。こんなんでいいのかな。まあ、自分の朝のルーティンの流れは、朝起きて目覚まし切って、立ち上がって歩いてお手洗いして顔洗って化粧水塗って乳液塗って体重計乗って、朝ごはん作る。ああ、その前にストレッチは毎朝最近はしてます。朝ごはんっていう形です。次いきます。絞りにくい部位ある、その部位に対して意識してることあるっていう質問なんですけど、自分は絞りにくい部位といえば、まあお腹周りが一番緩いのかなと思うんですけど、まあ減量末期になってくると、してることといえば、大概がだいたいいつも8月なんで、6月ぐらいからちょっと朝ストレッチ終わりにクランチを結構回数多めにやって、お腹の腹筋を動かしてお腹の血流を良くするというか、自分の感覚なんですけど、これ朝で有酸素とかするじゃないですか。自分は朝有酸素はしなくて、朝にちょっと絞りが遅い部位を自体重とかでいいんで回数多めにやってあげる。軽く筋肉動かして、で1日活動すると、そこがなんか絞れていく感覚があるんで、自分はそんな感じでやってました。人生設計、今後の活動展開プランがあれば教えてください。人生カフカという質問です。そうですね、これまあ人生設計、今後の活動展開プランということも考え出さなくちゃいけないかなと思うんですけど、まあ、周りの子だったら自分のジム持ちたいとか、仕事のこととか新しい展開とかも考えていかなくちゃダメなんですけど、もちろんあの薄々は考えてるんですけど、とりあえずは今はその、まあ、去年出た全日本選手権で9位という成績でいただいて、まあ、そこから結構あの自分の使命で、結構外部からのパーソナル、県外から受けに来てくれる方がすごい増えて、まあ、それも含めて、まあ、とりあえずは自分の目標の、まあ、ボディービルの目標である全日本選手権を、まあ、今年はトップ6に入りたくて、で、まあ、来年木澤さんが最後の年ということで YouTube で言ったような目標も掲げてるんですけど、とりあえずはその目標を達成、まあ、できるか分かんないですけど、まあしっかり、まあ仕事もですけどもちろんしながら、その自分の趣味の目標、趣味かの目標も達成に近いところまで行けて、
からそっからちょっと考えていきたいなとはうすうす考えてるんですけど、まあそちらも何かありましたら SNS で言っていきます。次パンパンパンと答えていきますね。杉中さんの好きな異性はどんな方でしょうか。好きな異性はどんな方、好きなタイプってことですかね。一言で言うと、まっすぐな方が好きです。まあ、この競技じゃなくても違う趣味とか習い事とかに対してしっかり努力している女性が自分は結構魅力を感じます。僕20代前半なので、まあ僕の周りとかってやっぱ仕事はもちろんやってますけど、まあ、遊び部のも大事なんですけど、何か趣味見つけてその趣味に対して熱中している方とかはすごいなと思います。こんな感じで次いきます。スクワットで上がらない最後の1レップ何を考えてますか。上がるか上がらないかの最後の1レップ何考えてますか。本当の最後の1レップですよね。まあ6限界だとしたら5回目上がってあと1回いけるかいけないか、あそこは逆に何も考えない方がいいかもしれないです。潰れたらどうしようとか、いけるかなっていう不安な気持ちって本当は上がるレップでも潰れちゃう可能性あるんですよね。で自分はもう、まあ、言い聞かせるじゃないですけど、まあ、絶対上がるっていう、まあ、自分に瞬間にちょっと自分に言い聞かせてもう無心でもうとにかくがむしゃらに上げ切るしかない。最後はもう精神的なところですね。はい、じゃあ次いきます。初心者が揃えるべきトレーニンググッズとかあれば教えていただきたいです。3つあげるとしたら、まずはトレーニングベルト、パワーグリップ、シューズですかね。ベルトはまあもちろん腹圧しっかりかけて力出すっていうところと、パワーグリップもまあ背中とかで、まあ、結構グッて握っちゃうと前腕の方とか疲れちゃったり、もうもちろん自分で握った方がいい種目もあるんですけど、そういうのをまあ含めて、まあ、ベルトとグリップは含めてもらって、あとシューズなんですけど、トレーニングシューズって結構あの普通に売ってる運動シューズとか履いてる方もいるんですけど、トレーニングシューズってそこが厚いんで足の感覚がすごい悪くなるんですよ。僕も前、僕も今ビブラムっていうメーカーのシューズ履いてるんですけど、それを忘れて普通の靴でトレーニングした時があって、別に足のトレーニングじゃないんですけど、そしたらすごいやっぱ感覚悪いんですよ。効いてる感覚とか重心が取れないとかで効く感覚がすごい鈍っちゃうんで、シューズは結構こだわりを持って選んでます。はい、ってことでシューズ、パワーグリップ、ベルトです。